今回は2時3時のプライベートで遊んだエピソード8000を紹介するぜ。みんなのプライベートって気になるわよね。ライバー同士で一緒にお出かけしたりご飯に行ったりしているらしいな。そういう話はどんどん聞きたいわね。そんな完全オフのプライベートなエピソードを厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。最初に紹介するのはクズハさんとカノーさんのクロノワだ。2時3時屈指のゲーマーコンビよね。2022年に結成4周年を迎えてユニット活動も盛んなクロノワは、ビジネスパートナーを超えて相棒とも呼べる関係性だな。仕事上だけでなくプライベートでも仲が良いのよね。なんとクリスマスに待ち合わせするほどなんだぜ。え？クリスマス？詳しくは2019年の PUBG コラボ配信をご覧いただこう。仲間に入ったんだけど、別のやつが。駅で待ち合わせしてた時の話していい？え、なんだ？あの、赤と白のやつよ。赤と白？うん。ああ、いいよいいよ。おいおいね。そう、おいおい。僕とかさ、同じ駅で待ち合わせして、出てから電話して、そうそう、ね、どことか言って、目の前になんか建物あるとか言って、おいおいあるよとか言って。うん、そしたらクズはもう、え、俺も目の前においおいあるよとか言って、で、そうそうそう、そう、お互い建物の前にいるんだけど、あ、おいおいあったとか言って、そう、で、おいおいの前いるわとか言って、そう、え、俺もおいおいの前いるんだけど、え、左じゃないよ、右でしょみたいな。だからその時思ったのは、反対側かと思ったの、おいおいの。そう、俺もね、あ、逆側かと思ったんだけど、で、そう、二人でおいおいの足元に行こうとしたんだよね。だから、うん、電話しながら、で、あの、おいおいのこれはって、はないけど、そう、おいおいの横にこれあるよっていう、それが、ね、見つかんなくて、いや、なくないとか言ってて、そしたら、あの、マリオカート通ったんだよね、僕らの前に。そうそうそう、マリオカート、あの、ゴーカートみたいなやつが通って、そうそうそう、あ、マリオカートいたけど、みたいな言って、その10秒ぐらいに僕に、マリオカート来たの、僕の方にも。そう。そうそう。それで、あ、マリオカート来たって言って、それでピンと来て、僕はそこで、あっと思って、クズは左に歩いてとか言って、僕右に歩くからっつったら、お互い逆の目の前においおい2軒並んでてみたいな。白と赤のおいおいだったっていう。そう、ロゴの色が違うの。そうそうそう、おいおい、あれ丸いらしいね。そう、おいおいとか言って、田舎も丸出しなの。ていていだわ。2人とも丸いおいおいと呼んでしまったんだな。言われてみれば丸いのロゴってそう見えるわね。待ち合わせはすれ違ってるのに発想は同じなんだな。そんなところまで行きぴったりなのね。リスナーからは、クリスマスに待ち合わせしてるその事実だけで助かる、このリア充はクリスマスにイチャイチャしてても爆発しないでほしい、といったコメントが寄せられていたぜ。尊すぎてこっちが爆発しそうだわ。クロノワらしいプライベートだな。続いては月の水戸委員長、樋口楓さん、静香凛さんの女子高生ユニット JK 組だ。2時3時1期生出身の3人ね。学年が上の静香さんは2人から凛先輩と呼ばれているんだ。しっかり者のお姉さんって感じよね。楓と水戸コラボではそんな先輩の知られざるプライベートが語られたぜ。元1期生のみんなで焼肉を食べに行った時、いつも時間を守る静香さんが遅刻してしまったらしいんだ。珍しいこともあるのね。当時の JK 組のやりとりがこちらだ。凛先輩がちょっと遅れてきてさで、なんかJK 組の LINE でわっせ、わっせって来ていや、なんか集合そうそうそう時間があって、うん、集合時間にみんな間に合って、うん、始めようかってなって、あれ、うん、リン先輩はって、そう、なんかいつもね、時間ちゃんと通り、そう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 、あれと思って、うん、電話したら総理、今起きたで、しばらくしたら JK 組にプーって通知が来て、わっせ、わっせって来てのんきかよかわいい、リンかわいいなっていや、おもろかったな。そうで、リン先輩が来た時、なんかそのリン先輩がいない段階だと6人だから、うん、なんかそう、3-3で向かい合う形で座ってて、リン先輩が来た時に1人向かい側に誰もいないみたいな感じになったから、ね、うん、楓ちゃんが、あの、リンの隣行けよって私に小声で耳打ちしたから行くかって言って、私がリン先輩の向かいに座って、リン先輩、お肉焼きますよって言って、リン先輩の食べようとしてる肉を全部ジューって全部焼いて、なんかそのはいどうぞって言ったら、まだ赤い厳しい、はい、すいませんって私はちゃんと焼けてる方が好き人が焼いた、なんだっけ、人が焼いた肉を食うのはうまいなって言って、リン先輩が
人に焼かせる肉はうまいなって言いながら食べてた。しずりんかわいい。わっせわっせが危機感なさそうで良いよな。遅刻したのにお肉の焼き加減には厳しいのね。なかなかちゃっかりしているぜ。それができちゃうのが仲の良い証拠よね。リスナーからはしっかりしてそうなしずりんだからこそ可愛い。この3人の関係本当に愛おしい。といったコメントが寄せられていたぜ。平和なエピソードで癒されたわ。JK 組はオフでも日常系アニメみたいだな。続いては西草明菜さん、桑湊さん、真由澄海さんのメッシャーズだ。紙にメッシ的なものが入った仲良し3人組から一人欠けてしまって寂しくなったわね。彼らは2022年の VTuber 最強決定戦にチームで出場した際、何気ない会話をきっかけに旅行の約束をしていたんだ。旅行ってどこに？コーチを務めたアレルさんのふるさと、沖縄だぜ。でも真由澄さんはライバーじゃなくなっちゃったし。ところが10月、西草さんと不破さんが沖縄に行ったことが判明したんだ。え？それって？その全貌は不破草コラボ配信で明かされたぜ。4人で行けたんかなってね。4人新メンバー登場？誰？それLINE攻めたね、フワッチ結構。それちょっと俺、あれかチキンレッスン攻めたかこれ。いやでもね、そこはやっぱ言っとくべきやな、やっぱり。まあここは外せないところか、さすがに。まあ約束やもんな。まあそうなんすよね。まあ、俺たちが言えることはあれか、はい、元気だったよってこと？いやもうそんな、そらそうやろ。そりゃそうか、元気じゃなかったらどうすんねんな。元気じゃなかったら逆に俺が元気にしに行くわ、そんなもん。うわ、いいやつかよ。そういうことやろ、普通に。はいはい、みんな携帯の充電なくなりすぎやろ。みんな携帯の充電なかったね。アキナ以外全員なかったんじゃん。なんでそんな携帯の充電なくなるかねっていうぐらいみんななくなってて、うん、もう最終的にもうモバイルバッテリーなくなってたから。だから俺たちあれやもんな、あの緊急のあのなんか使ってるもんな全部。そう、なんかあのコンビニとかにあるやん、なんかモバイルバッテリーレンタルみたいな。やべ、うわあれクソ便利ガチで。そう、 あれやってフワッチさ、あれ、うん、なんかリロードとか言ってさ、借りたやつ返してもう一回借りてたよな。いやちなみにあの、うん、マユもなんか結構ギリギリなかったから毎回。そう、彼も延命するためにいろいろ調整して、ね、そうよ。かなりやっぱりもうリロードとか言ってる言葉がマジ忘れられないかと思う。リロードって追加するみたいな。そう、マジおもろかったわ。そう、リロード。マユ？マユ言ってないぞ俺は。言ったぞ。俺言ってないぞ。あー攻めたねそれ。俺は言ってないぞ。まあ LINE じゃないか。じゃあマユはやっぱ、まあ4人ってなったらあと1人誰がいたんですかって話か、さすがに。まあ最後のピース待ったな、じゃあこれで。まあそういうことになるよね。まあじゃあメッシャーズは誰がメッシャーズやって話ですよね。そういうことよ、うん、これが、まあ、メッシャーズイズエターニティなのよ。エターニティ、はい、エターニティ&エターナルです。そうです、はい、そういうことです。点と点がつながったな、はい、ここに来てなもんね。仮にライバーじゃなかろうがダチだろって。ダチやったんかな、もしかして俺ら。まゆ、なんとコーチを含めた4人での沖縄旅行が実現したんだ。約束を果たしたのね。2泊3日の最終日にはみんなでシーサー作りに挑戦したらしいぜ。沖縄を満喫しているわね。その時、彼に起きたハプニングがこちらだ。まゆが作ったシーサーさ、はい、あの最後あのラッピングするときにテイズに吐かされてたよな。あれがちなみに俺一番おもろかったね、沖縄で。だしさ、ラッピング時に破壊されてたね。あれが一番おもろかったし、あれ一番おもろかったし、通信はもともと一人おらんかったわ。あ、そうか、立て直す俺。なんかしかも、うん、破壊されて、うん、ボンドで溶接されてたよ。かわいそうすぎない？真由澄さんはプライベートでも不憫属性のようだな。でも彼らなら何があっても笑い合っていそうだわ。相変わらず楽しそうなメッシャーズだったな。リスナーからは、約束があってそれを果たした、元気だったって二人から聞けただけで泣きそうになった。よかった、二人ともマジで声が楽しそうで、もうそれだけで嬉しかった、話してくれてありがとう、といったコメントが寄せられていたぜ。メシャのその後が知れて嬉しいわ。他の土産話は元配信でどうぞ。続いては佐々木咲さんと椎名結花さんの作ゆえだ。公式でも見る機会が多いコンビよね。2022年12月にはファーストシングル作ゆえが発売されたな。そのまんまのタイトルだわ。
今回紹介するのは作ゆえのカラオケエピソードだぜ。ホロライブ猫又おかゆさんと椎名さんの神岡家の気まぐれニャジオにゲストで呼ばれた佐々木さんが当時の事件を語っていたんだ。何があったの？その時の椎名さんの行動がこちらだ。うち一回だけ椎名がガチギレしてる瞬間覚えてる。見たことないかも。言っちゃダメなこと言っちゃダメない。これ言っちゃダメかな。誰？大丈夫、僕のチャンネル番にならない？聞こえない、大丈夫？ね、大丈夫。それ、あ、大丈夫、ね、大丈夫。髪に入りました。なんか一回あのスーナと2人でカラオケ行ってて、おいい、ね、そしたらなんか外からちょっと結構ウェイななんか人が乱入してこうとして勝手に部屋入ってくるとして、え、怖いじゃん。そう、やばいやばい。で、ええやばいやばいやばってなって。で、うん、椎名がブチ切れて、もう店員になんで追い出してくれないんすかみたいな。いやもうだってそのなんかその人が入ってきた時に、いや出てけよみたいななって、それ店員にあんま注意しないんよね。そう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 、だからなんでと思って、そう、あの時はね傘、あの今雨降ってるんで店員が気ぃ利かせて傘もらって機嫌直るっていう。治ったの機嫌。傘もらった。まあ許してやるかもしれない。なあったな、いや怖い。いやでもね、なんかいざという時になんか椎名割とね怒ってくれるからね。かっこいいな、なんか。そうそうそう、うちポケットしてたから。怖いもんね。いやーそうそうそう。いや怖いねそれは。しっかりしてんだよね意外と椎名が。めちゃくちゃかっこいい。普段は怒らない椎名さんがさすがにブチ切れたみたいだぜ。そんな目にあったら怖くて何も言えなそうだわ。ああ、なかなかできないことだな。リスナーからは、CC かっこよくて普通に惚れる。一人でカラオケ行った時に同じようなことあって本当に怖くて怒れんかったな、 CC 素敵といったコメントが寄せられていたぜ。いざという時に頼りになるのね。プライベートがかっこいい椎名さんだったぜ。続いては剣持東也さんと伏見岳さんのトガビトだ。二次三次二期生出身の同期コンビよね。彼らのコラボは全てオフラインで行われていて、お互いの家に泊まるなんてことも当たり前なんだ。ちょっと親密すぎない？初期のコラボで伏見さんが剣持家に訪問した時は、なんと剣持さんが手料理を振る舞ったそうだぜ。何それ？気になるわ。早速見てみよう。あ、もうあれですね、絵を描いていただいたり。あ、今カレーを、ありがてえな。カレーを食らってるのがありましたけど、ロックンが。そうですよ、超うまかったからな。カレーをね、なんかカレー食いたいって言うからカレー作りましたよ。うん、すっげえ肉が、なんか複数の種類の肉が入ってた、確か。そうですね、肉数種類、酒で揉んでたり、まあ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 ちょっと、まあ料理好きですからね。ちゃんと作ってくれたね、ありがたいよ。てめえのためじゃねえよ。あ、いや、ヨンが手作りカレー、しかも伏見さんのリクエストに応えたんだぜ。剣持さんがツンデレしてたわね。しかもちょうど1年後に同じことが起きたんだ。ことがあってさ、あのまあ、トヨさん家行くって話になったんよ。で、まあ、なんかご飯どうしようかな、なんか買うのかなっていうふうに思ってさ、で、まあ行ってて、で、あの特定名義ついてたら毎回連絡してるんだけど、その時に、あの飲み物とカレーは用意してるんで、好きなものがあったら買ってうちまで来てくださいっていうふうに言われてさ、え、カレーあんのと思って。ちなみに俺の昼飯カレーね。そう、でも2回食ってもカレーはうまいんすよ。しかも剣持カレー。ちょっと、え、不女子に優しくないか。なんか需要を意識して話してないですか。なんかカレー作ったのそっちでしょ。カレー作ってびっくりしたんだから。その、僕は別にカレー好きですから勝手に作りますけれども。そんな合致した感じ、わざわざ。あのでっけえ鍋に。そうですけど、ちなみにあのカレーは何日目なの。1日目ですけど、今日作ったんでしょ。はい。はい、ということでトカビとコラボやっていこうかなということで。またカレー作ってる。わざわざ相方のためにカレーを用意して待ってたんだぜ。至れり尽くせりじゃない。腐女子がどうとか言うのも墓穴を掘っている気しかしないな。さすがに言い逃れはできないわね。リスナーからは、アゴリスの夢の一つは剣持カレーを食べることだが、同時にガックンじゃないのに食べていいのかという葛藤もある。ガックンが食べたいってからカレー作ったって言っておいて、てめえのためじゃねえよって、これがツンデレかといったコメントが寄せられていたぜ。いろいろと破壊力がすごかったわ。やっぱり相方には誰もかなわないようだな。続いてはリゼヘルエスタさん、アンジュカトリーナさん、イヌイトコさんのサンバカだ。この3人も同期ユニットなのよね。コラボ配信や公式イベントなど表の絡みも多いサンバカだけど、今回紹介するのは3人で遊んだ休日のエピソードだ。
プライベートでも仲が良いのね。焼肉屋さんに行った時の話をリゼさんが語っていたぜ。早速見てみましょう。あとなんだろう、帰り際ギリギリになってもアンジュがまだその焼肉屋さんのエプロンをしてたのをトコちゃんが指摘したんだけど、多分そこで言われなければ持って帰ったかなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、いや、良い頃合いで私とトコちゃんは外してたんだけど、もうずっとしてるからもう気に入ったのかなと思って3人で座るときに向かいにトコちゃんとアンジュが座ってて、対面に私が一人で座ってたんだけど、あのいつまでしてるかなと思って見てたんですが。いやいや、ワンちゃん気に入った可能性があるじゃないですか。だったらこっちも止めるわけにいかないでしょ。天然で可愛い。続けてアンジュさん本人の話も聞いてみよう。エプロン、ああ私があれさ、だからいつもそう、なんかさ、何肉屋系でよくやられるやつかな、あのご飯屋さんでのエプロンさあるじゃん、なんか肉飛ばんように渡されるやつ、あれ毎回取るの忘れるのよマジで。あれ忘れなかったことなかなかないんじゃないかなってぐらい忘れる。その乾たちと行った時もそのつけたままごちそうさまでしたってキリリとした顔で出口へ向かい乾にあの指摘されてあーあーあーってなって取ったやつね。うん、肉は飛ばない、肉汁か油がシュペペペペ飛ぶじゃん。うん、そうよだれかけみたいなやつなんかもらうのよ。そう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 、焼肉屋とかもらいがちな気がする結構。あれね、あれをいや リゼひどいんだよ。あのいつまでつけてるかなと思って見てたみたいなこと言うからね、指摘してよみたいな言えばその場で取って置いていくのに、そのせいでなんかあの3人だけのアハハだけじゃなくて、その店員さんもウフフみたいなそういうなんか生まれたから、なんかあもう恥ずかしかった。もういや、それは恥ずかしいわね。そこで黙っているリゼさんも人が悪いぜ。エプロンつけたまま帰るアンジュさんを想像したら笑っちゃうわ。犬井さんが教えてくれなければそうなるところだったな。リスナーからはアンジュとデートして最後改札でバイバイするときにまたね、焼肉屋さんのエプロンに合ってるよって叫んであげたい。みんなニッコニコで話すのこっちまで嬉しくなっちゃうわね、といったコメントが寄せられていたぜ。サンバカは休日も仲良しなのね。楽しそうな様子が目に浮かんだな。続いては中学2年生の鈴木マサルさんとファイアードレイクのドーラさんだ。コンビのイメージはないんだけど、どういうつながりなの？二人とも二次三次シーズ一期生出身なんだぜ。同期だったのね。なんと休日に二人でお出かけしたこともあるそうだ。それってデートってことかしら？早速だがマサルくんの配信をご覧いただこう。あ、そう、昨日ドーラとスタバ行ってきたよ。写真まだアップしてないけど、あのほうじ茶フラペチーノ飲んできた。美味しかった。注文できた？できた。あのメニュー開いてさ、なんかドーラカスタマイズしてたけど俺わかんないからもうこれくださいって言ってたのね。よし、水分取ろう。うん、美味しかった。なんか甘すぎなくっていい感じのね味してた。なんで期間限定にしちゃうんだろうな。美味しいやつそのまま一年中置いといてほしい。デートじゃん、デートだったのかな。あのスタバ行って飲みながらおしゃべりして、ドーラがちょっとお洋服見たいって言うから買い物にねてってこてってこついてた。あれをデートというのかな。燃やさないで。よいしょ、スクワット、はい。手はつないでないよ。手はつないでない。それは一線を越えている。マサルくんの基準はそこなのね。男子中学生の目線でデートの様子が語られる中、刺激的なエピソードも飛び出したぜ。そうで、まあ洋服見たりとかしてたんだけど、途中で下着屋さんに入ってったから、俺なんか入れんから外で待って。
癖見に行ってイヤリング買って帰ってきた。お揃いの下着買おうぜ。買わないよ。ドーラにボクサーパンツ履かせるわけにはいかないだろうが。多分そっちじゃない。リスナーのコメントをそう受け取ったようだな。ドーラ様が男性用を履くという発想はなかったわ。リスナーからはドーラにてってこてってこついていくマサル想像するだけでクッソ可愛い、手をつないでもらうのは結構解釈一致だけどなう、といったコメントが寄せられていたぜ。たとえ手をつないでいても燃えないと思うわ。可愛すぎるデート話だったな。最後に紹介するのは八代気づくさん、鏡隼人社長、リュウチェンさんだ。どういう組み合わせなのかしら。気づくさんとリュウチェンさんはシーズの同期だし、気づくさんと社長は同い年のダブルスリーブとして、社長とリュウチェンさんは夢追いかけるさんを含めたる10位で一緒だな。それぞれ関わりがあるのね。今回紹介するのは3人の食事会での出来事なんだけど、問題になったのは店で出された水なんだ。え？普通のお冷やじゃないの？外国人の店員さんが持ってきたのはとんでもない代物だったんだ。筒状のガラスに入ってるなんか水が、800ml ぐらいの水が来て、なんかあれみたいな、なんかなんて言うんだろうね、その明らかに未開封品みたいな水が来て、えみたいな、なんかおー、なんか水お願いしますって頼んだね。とりあえず水お願いしますってみんな言うよな。水お願いしますって言ったら水来るよね。でなんかめっちゃ良さげなやつ来てさ、でこれ当店の一番のあれですみたいな、一番いい水ですみたいなこと言ってきて、なかなかジョークも小気味のいいジョークも決めてくるね。さすが陽気っぽい外国の方だわと思って、ありがとうございますみたいな感じで飲んでて、でまあちょっとねご飯も進んでね、なんだかんだまあ5、そのお水もね5か6ぐらい、まあ俺が主にガブガブ飲んだ気がするな。俺が主にガブガブ飲んでたんだよね。実はその水、サービスでもなんでもなく有料だったんだ。お金取られるの？衝撃的な値段がこちらだ。1500円です。1500×6 で水だけで9000円です。水だけで9000円です。何も味もしねえのにバカじゃねえよっていう。何も味もしねえ水が1500円、やられたー、あいつ国に帰れっつって。ひえー、1500円。続けて鏡社長視点もどうぞ。もう別に何も言ってませんからね、こっち何も言ってない。こっちパキンと外して、これが一番美味しいって言って注ぎ始めた。お水いりますかじゃないんで、もう全部覚えてる。ははは、どうですかーパキン、これが一番美味しいって言って、とっ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 て注いできたんですよ。ちなみに、でなるほどなって思って、で、まあ、正直、まあ他にも結構頼んでたから、あ、まあなんかサービスしてくれてんのかなこれ。っていう感じだったんですよね。で、ただチェイサーとしてそれをこう飲んでいく中でふと気になって一応メニュー見たんですよ。ボトルの銘柄書いてあったんで、ボスってやつですね。 VOSS でボスで見たら それがちゃんとメニューに載ってて、下から400、800、1500って書いてあったんですよ。そうこれだって言って、ぼったくりなのでは。問題の超高級水について社長が独自に調べたところによると、なんと良心的な価格だったそうだぜ。適正価格がこれって怖すぎるわ。リスナーからはその店がぼったくりなんじゃなくて善意からマジで高くて良い水出してきてる可能性あるのが一番面白い、この水のネタは一つの伝説になり得る、そんくらい面白い、
といったコメントが寄せられていたぜ。プライベートで大事件が起きていたようね。後世に語り継ぐべき伝説的エピソードだな。さて、紹介は以上だがどうだったかな。ライバーたちがプライベートでも仲が良いのは嬉しいし、トラブルやハプニングもあって面白いエピソードばかりだったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にもプライベートの話があればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それではご視聴いただきありがとうございました。